柳田国おら、松岡五兄弟のジップ。松岡賢治と命名されるが、明治初期に、改名の自由が許されるようになり、三竿に改名した。郷王、約生という。松岡家兄弟他以家の中川至ると、松岡小鶴との間に生まれる。母方の祖父、松岡左中の代より、医師の家系。姫路藩の受者角田新造の娘婿。 田島家の弟として一次席を入れ、田島賢治という名で、忍術参考や、高校堂という学校で修行し、医者となった。母小鶴が、漢文、仏学、数学などをよくし、特に漢学の素養が深く文才が豊かであった。小鶴が、寺小屋を開いて、手習いの子供たちに漢石を教えていたこともあり、若い頃より学問が好きであった。 柳田国を晩年の改装、故郷70年によれば、父はいつも風呂敷包みを下げて本を借りてきては、読んでいたが、それは多分、小さな家を建てるためにいろんなものを処分したからだろう、と記されている。また、明治維新の大きな変革期にあって、主樹の悩みからひどい神経衰弱を患い、一時は雑誌牢に遊兵されたこともあった。ある夏の夜、 雑誌機から出し、蚊帳に寝かせていたところ姿が見えず大騒ぎになるが、裏の竹藪を隔てた、薬師堂のソライドの中に入っていたのを見つかるという、事件もあった。一旦は異業を見切り姫路の町学校である、熊川学者に招聘され、漢学の師匠となり、青年を過ごすが、その間に、元織のりなが、平田厚種に強く惹かれ、国男が生まれた頃には五者の神官をしていた。 このことが国をに与えた影響は甚大で、神道と民族学の次女に、私は常に、自分の故郷の氏神鈴鹿森の名人と、山下に年を送った経験なる貧しい神道学者、すなわち亡き父、松岡役生沖などを念頭に置きつつ、注意深き筆を取ったつもりであると言わしめているように、ことに、神道研究の上で、大きな影響を落とした。また、国をが、 戦後の一時期に、浸透問題を追求した際に熱心に、新国学を提唱したのも三沢の系統したも通り、平田学派への精神的なつながりを意識しての、ことだという見方も強い。日本画家の藤本円津や神崎郡長、倉本くぬぎ山などと共に鹿を足しなんだ。妻の竹は、兵庫県加西郡北条町の王。 縛り七の長女で記憶力の優れた人で他人の世話をするのが好きで近所の夫婦喧嘩の仲裁や相談相手になることを好んだ女性らしいところの少ない人であったが手まりを無情に愛した妻との間に八男を設けるが春次吉江、雄二はそれぞれ19歳、2歳、4歳で養成した1896年7月に妻 武が亡くなった2ヶ月後、三沢も死去した。長男かナエ、三男、大蔵六尾国を七男、静ズ八尾照オテルオは大成し、松尾家けご兄弟と後世呼ばれた。故郷七十年より、柳田国を筑く日本文学全集四百三十一ページ、筑く文庫審判に、故郷七十年新相版がある、柳田の講述改装を、同社の記者、 宮崎治次郎が筆記しまとめた。ありがとうございます。